聖書朗読、えー、ローマ人への手紙15章14節から15節新約聖書の256ページ聖書朗読者は高木兄弟です、えー、聖書朗読の後、えー、善意知恵訓戒献身と題して小岩牧師にメッセージを取り継いでいただきます それでは聖書をお読,みお読みいたしますローマ人への手紙15章14節さて私の兄弟たちをあなた方自身が善意にあふれあらゆる知恵に満たされそして互いに訓戒し合うことし合う力のあることを私は固く信じているしかし私はあなた方の記憶を新たにするためにところどころかなり思い切って書いたそれは神から私に賜った恵みによって書いたのである 以上です。主・イエス・キリストの父なる神様、ととき主の皆をあがめ、私たちの罪のために十字架におかかりくださり、死からよみがえられ、今も生ける主・イエス・キリストをあがめ、賛美いたします。精霊を注いでくださり、 主が共にいてくださりそして私たちは再臨の希望を持ってこの、えー、今のこの生活を歩むことができることを感謝いたします主がよみがえられたこの復活の日日曜日の朝あなたに招かれて共に礼拝を捧げる ことができますことを感謝いたしますあなたがこの2015年もここまでお導きくださり感謝いたします6月の歩みを進めておりますどうぞこれから熱くもなりますが主が私たち一人一人をお導きくださるようにお願いいたします私たちはあなたを 信じまた信頼して、えー、御言葉に固く立って歩みたいと願っておりますのでどうぞお導きくださるようにお願いいたしますそのために今日必要な神様のお言葉を語ってくださることを信じてありがとうございますしばしの時間主の御手に委ねますイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン 礼拝の中で、使徒信条を一緒に先ほど告白いたしました、どうぞこの文章をですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、ちょうど聖火の,あのこの、えー、黄,黄色いですね、あの表紙の、表紙てかあの中のページの前にありますよね、使徒信条。先ほど、えー、使徒信条を告白いたしました。えこの中でですね、えー 下から2段目、聖なる行動の教会という言葉がございます。わかりますかね、えー、使徒信条の下から2行目の後ろの方ですね。聖なる行動の教会、生徒の交わり、えー。使徒信条というのは、キリスト教かどうかということをですね、えーこう まあ判断する、非常に重要な、えー、歴史的な文章でございます。どんなに私は神を信じ、キリスト教を信じていると言っても、この使徒信条を告白し、私は使徒信条を信じていると言わなければ、どんなにキリスト教が好きでも、イエス様が好きでも、神様が好きでも、それはキリスト教信仰とは言えないというです、ね、非常にもう重要な文章なんですね。 今の時代、クリスチャンと、まあ、自称しながら、いろんな人たちが出てきています。で、これからも出てくるでしょう。看板が信じられない時代に、ますますなってくる中で、その中身ですね、中身が非常に大事。で、この中身というのは、この使徒信条になります。父なる神、そして一番分量の多いのが、イエス・キリスト。 の部分ですそして、聖霊を信ずで、その後に今、えー、申し上げた、聖なる行動の境界、生徒の交わりを信ずるということなんですね。これ、一つ一つ、信ず信ずですから、ですから聖、聖なる行動の境界を信じています、生徒の交わりを信じていますということなんです。 ですから、キリスト教信仰を持っていると言いながら、この、教会を、まあ、信じてない。生徒の交わりを信じてない。自分はキリスト教を信じてるけど、これを信じてないというならば、それは、今申し上げたように、キリスト教とは言えない。ある意味ではキリスト教の一端と言っていいわけですね。で、首都信条の中で、 全部この信ずる信ずると言っているこの信じる対象というのは今申し上げました三一体の神父なる神そして一番分量の多いのがイエス・キリスト子なる神そして聖霊なる神そしてその神が私たちにしてくださったことですね罪の許し体のよみがえり とこしえの命、永遠の命って、これはあの三密体の神が私たちにしてくださったことを信じると言ってるわけです。じゃあこの聖なる行動の教会、生徒の交わりというのは何を対象にしているかっていうともうわかりですよね。キリストを信じる人のことを指しているわけです。教会っていうのは人のことですね。生徒の交わりも人の交わりです。ですから人を信じている じゃあどういう人を信じてるかっていうとキリストを信じる人もっとちゃんと言うならばそこにキリストがいらっしゃってそれでキリストを中心としたその人間関係を信じているという意味なんですよね。でこの時にさっき私が申し上げた看板だけ言葉はキリスト教と言いながらじゃあその中身 が非常に重要になるということになるわけですよね。そしてこの聖なる行動の教会生徒の交わりを信じるという、この信じるという意味は、決して軽い意味ではなくて、神を信じるという、その神を対象として、その神を信じる信じ方と同じ信じ方。神様は、 信じてるけど人間まあ人間だっていろいろあるしねキリストを信じている教会もいろいろあっていろいろあるんですよねでもその時にまあもう信じない信じられない私はもうね神様だけでっていうんだったらそれはもう違うということなんですねでそのことが今日のローマ人への手紙のこの15章の14節の言葉なんであります。 さて私の兄弟たちをあなた方自身が善意にあふれあらゆる知恵に満たされそして互いに訓戒し合う力のあることを私は固く信じているってこの固く信じているっていうのが今私が申し上げたこの信じ方もう絶対的に信じている、ね、神様もそうですね神に対しては絶対的に信じているっていう信じ方なんですよね で、その時に、もっとちゃんと言うと、この、私は固く信じているっていう時に、何かこう、自分自身の持っている信念。誰が、何と言うと、私はその信念を貫き通すんだよっていううな、なんか、自分側のこの固く信じるというのではなくて、これは受け身なんです。受け身。つまり、そのようにこう、信じさせられたっていう、この受け身。 ののこの文章なんですこれねなぜ受け身かというとその中にいるからなのであります。信じるという人たちの中にいてそこにいる自分だから別に自分なんかこう無理してねまた今言ったように自分なりの信念貫くから信じてるっていうんじゃなくてそこにみんな信じている人がいる中に 自分も信じている、まあ、ある意味は非常に自然に信じている別に力んで信じているわけじゃない、まあ、よく考えてみると三位一体の神様に対する信じ方も,たもうそうですよね自分の信,信念で力んで一応私は信じたから私はね何でも貫き通すタイプだから曲げないよっていうまあなんか頑固な,なんか一つの主義主張として信じてるんじゃなくて あるいは信じさせられた、信仰を与えられたというその信じ方で、まあ絶対的に信じているということですよね。信じるときにこう、自分側じゃなくて、こう、相手側にその、こう、信頼の理由があるわけです。ということは、この言葉も相手方ですから、キリストを信じているというその境界に、 信頼があるから信じているということになるんですよね。で、あれば、じゃあその、えー、っと、信じる対象である教会に、じゃあ何があるから信じるのかっていうことが大事になるわけです。ただ、教会という看板がかかっているから、 またえ、クリスチャンという人は、まあ、人の良さそうな人たちが集まってるから、まあいいかな。いや、私のね、本当に親しいお友達がいるし、まあ家族もいるから、まあ安心して、また、まあ楽しいこともあるし、だから信じられるのか、ということじゃなくて、まあもちろんそれもあるんですよ。ここで言ってるのは、この、えー、14節私の兄弟たちよ。あなた方自身が、ここです。 あなた方自身が善意に溢れ、あらゆる知恵に満たされ、そして互いに訓戒し合う力のあるから、私はそのキリストを信じているという教会を信じています。それも固く信じているということなんです。ですからそこに善意が溢れ、知恵に満たされ、そして互いに訓戒し合って、 信じているから、信じている。また、そのしんまあ私もその中にいてあ、本当にこれは信頼するに足るなという形で信じているという信じ方。これが、教会の人間関係ですね。非常に大事な部分になるわけでございます。で、 そのことを私たちは、さっき申し上げたように、使徒信条で、聖なる行動の境界を信じる。また、生徒の交わりを信じるということになるわけですね。ちょっと話を広げるならば、人間関係を信頼できるか。まあ、えー、クリスチャン。 兄弟姉妹っていう枠を外して考えてもいいと思いますね。その時に、パオロがここで言ってるように、その人、その人たちを固く信じてるっていうようなことってあるんだろうか、そもそも。不思議ですよね。これほど人を信じてるっていうことは、あるのか。ある臨床心理の学者がこう言いました。 えーまあ、あの信仰の世界とは別ですけどもね、そのいわゆる心理学の世界でありまして、人間は天使にもなり、悪魔にもなり得る、これが私の結論なんだっていった人がいるんですね、まあ、犯罪心理学とか、またいろんなことをこうなさっている、まあ、日,本日,本日本のですね、まあテレビ、テレビにも出たりしている心理学者なんですけども、そうですね、確かに心理学的にはそうだろうですね。 天使にもなりうるし悪魔にもなりうるどっちもなるからちょっと天使の方はいいにしてもですよ悪魔の方になっちゃったらこれはということですよね。人を信頼するということをどういうふうにこう考えたらいいんだろうか、えー、信頼して裏切られる好きだったけど嫌いになる。 本当に仕返ししたい。えー、本当にま、まさに裏切られたということですよね。大なり小なり、こういう経験をしていると思います。これは小さな言葉でもそうだと思いますね。まあ、裏切る人ですね。信頼を裏切る人。正北悪魔、えー。腹黒いやつだです、ね。もう本当にもう。っていうことだけじゃなくて、 全員かもしれないけども、その信頼を守りきれない。そういう状況が、こう、ある。まあ、簡単に言うと、こう、人から信頼されることをやろうという意思はあるし、その思いはあるけれども、できない。できなくなってしまう。これもあると思うんですね。どっちもある。で、この時に、皆さんどう思うでしょうか。 聖書というのは非常に正直に私たちにいろんなことが、をこう示していますよね。なんか綺麗事で、また二元論的に、えー、まあ、神を信じる者はこういうこと、神様は信じないというのはこういうことっていう、なんかこう二元論でバッサリと切って、そして黒白っていうような書き方してないことはもう皆さん既にお分かりですよね。むしろ、信じる者に対してこう、厳しい見方、 してますよね。これは旧約聖書のイスラエル民族の歴史。また、この、え、ロマ人の手紙をずっと学んできましたけども、パウロ先生が、教会に対する、その、え、指摘も、ある意味厳しい指摘だったと思います。で、そういう中で、この、この、人を信頼する、えと、それも、教会という、この、主にある兄弟姉妹というときに、え、ロマ人の手紙もそうですし、 第一コリント第二コリントの手紙、他もそうですけども、ま、簡単に言うと、教会の問題は山積みなんですよね。これ聖書を読んだらわかります。別にあの、クリスチャンじゃなくても聖書を読んでみると、ああ、なんだ、この初代教会っていろんなこと山積みじゃないの。それも人間関係ね。やっぱりこういろんなことが起こってるじゃないの。それがロマビト手紙のちょっと前に出てきたあの、強いもの。 弱いものということですよね。あとは、えっ、ー、と、民族的に、えっ、ー、と、ユダヤ人、違法人という関係。まあ、ちょっと難しいですよね。なかなか、こう、難しい人間関係であることはもう、私たちもわかる。で、その時に、聖書って正直だし、神様も決してそういう嘘、偽りを言わない真実だけを神様は伝えるわけですから、この時にパウロ先生は、 こう言った方が、むしろスッキリするんじゃないのと思うんです。つまり、クリスチャンも、また、教会の人間関係も、いろいろありまして、そして、やっぱり、えー、信じられない面がありますよ。これがですね、もう正直言います。正直言います。これが、キリスト教会の人間関係なんです。 って言った方が、いいんじゃないかな。皆さんどう思いますよくありますよね。人間関係。本音と建前。まあ、いろんな言い方があると思いますね。じゃあ、教会ももう本音、もう本当にそのままはっきり言った方が、なんか建前論的に、えー、まあ、クリスチャンだからとか、また神様信じてるからとか、綺麗事言うなよっていうことですね。 皆さんの中にもそういう面でこう批判的な見方をしている方もいらっしゃると思います。私も若い頃そうだったんですね。非常にこう批判的な見方をしていた一人でございますから、よくわかるのであります。いや、逆に、逆の方もいると思うんですよね。いや、本当にいい方に巡られて本当によかった。それはそれで、あの、嘘偽りではないわけですから。まあ、両方、両方真実だと思います。で、その時に、パウロは、所詮人間なんだよと。そして、 え、クリスチャンもやはり罪を犯す危険があるわけですね。この生活の中、人間関係の中で、え、ちょっと人の悪口を言っちゃったとか、カチンというようなことを言っちゃった。まあ私もあるかもしれません。ごめんなさいと言わなきゃいけないことを言ってしまった。ある意味では人の心を傷つけてしまった。いや、クリスチャンになってからは全く完璧にございませんという人はいないと思うんですね。それ、それこそ嘘ですよね。あるじゃないの。あ,あおっしゃる通りです。ただ、そのあたりをずっと言った方が、 いや正直、あ、ほんだから信頼される。そしていろいろあるんですよ。いろいろありますよね。なぜ、聖書を見ると書いてあるからです。そして、パウロも苦慮してるわけです。そこなんです。で、そうであるならば、どこまで行っても人間っていうのは半信半疑というか、まあ、半分信じられて半分信じられない。まあ、そこに落ち着く。 どこ行ったと同じだとパウロは言えばいいじゃあもし皆さんそう言われたらじゃあ信じますかこの、えー、キリストにある人間関係ですねイエスキリストというお方が中心となってイエスキリストとの交わりの中で生きている人間関係なんですね単にあの外側だけで 自称,クリシ自称クリスチャンとか何とかとか組織的になんか固まっていくかどうか団結してっていうのはなんかこう人間的なくくりで人間的な縛りでなんとかしてるんではなくてここで言ってることはキリストを信じてそしてキリストを中心とした人間関係のことを言ってるわけですねいやそうは言うもののいろいろあるんじゃないかだって今私が申し上げたユダヤ人 え、違法人関係、弱い人、強い人の問題が出てきたわけですから、あるわけですよね。で、その時に皆さん、今までのこのロマビテの手紙の、この、まとめにもなりますが、祈りが出てきたはずなんです、祈り。え、十五章の、え、この、五節、六節。祈りの言葉を二回一緒に、こう、 私たちは確認してきましたよね。で、この祈りっていうのは、特に人間関係の祈りだったと思います。で、その時に、その人間関係を回復する、人間関係に一致を与えてくださる時に、どういう神なのか、神様に期待して、そして私たちの人間関係を、まあ、ある意味では守ってください。もし問題があるとしたら、回復してくださいという祈りでしたよね。 祈りなくして、人間関係保てない、えー。ロマ書の15章の5節6節。どうか、忍耐と慰めとの神があなた方にキリストイエスに倣って、互いに同じ思いを抱かせ、こうして心を一つにして声を合わせて、私たちの主イエスキリストの父なる神をあがめさせてくださるように。 忍耐と慰めの神様にお祈りをした。そのお祈りっていうのは、まあ、キリストにあって互いにね、一致できるようにという祈りですよね。簡単に言うと。この祈りなくして、一致なんかできない。キリストというお方を抜きにしたら、もう本当にバラバラ崩壊しますよね。えぇ、ー、あんた誰、ね、えぇ、ー、全然違うじゃない。 えあんんたたかつててこんなこなとやってたの「はあ、はあ、ひどいわね」とかね、うん、まあ真面目な人もいますし不真面目な人もいますしとんでもないことやってた人もいますし、ね、もういろんな人宗教だっそうですよねいろんな宗教信仰を持ってた人いやいや私はもう無神論ですよですねもう収拾つかなくなるわけですねたった一つキリストによってそしてこの神に祈ることによってこの祈りっていうのがこの 今日の御言葉の前の節、十三節もこれも祈りですよね、どうか、十五章十三節,節、どうか望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、精霊の力によってあなた方を,にを望みにあふれさせてくださるように、これもお祈りでございますね。これは今までの。 説教の中で申し上げたと思います決して人間関係調整とか、また自分自身がそういう人間関係をいろいろ考える、またそれをですね、配慮していくということを否定しているわけじゃないんです。大事ですから、なさったらいいと思いますね。私なんてちょっと足りない方なので、本当にもう申し訳ないな、また本当に悔い改めなきゃいけないなと思います。いやいや、できないから、また悔い改めなきゃいけないから、逆にこのどうか、 言って祈りとにかく祈りから始めないともうとにかく人間関係いろいろもつれこじれごちゃごちゃになってそれも教会というある意味では非常に深いレベルでの人間関係ですよね信仰というのは非常に深いレベルでの人間関係まさに神の家族非常にこう深い人間関係になるわけですね。そういう中でちょっとこう石が入るとですねちょっとちっちゃな石でも靴の中に石が張ると。 ちょっと痛くなるという令和でお話ししたようにということなんです。そしてこのお祈りがありな、聞かれた。このお祈りに対して確信を持ったっていうのが今日の14節のお言葉なんです。ですから。ですからこの2つのお祈り、どうかって言って、えー、神様どうぞ私たちの人間関係を本当に守ってください、回復してくださいという祈りが聞かれた。 そしてそこに確信を持っているっていうのが今日のこの「さて私たちの私の兄弟たちをあなた方自身が」でしょあなた方自身が、えー、善意にあふれあらゆる知,知恵に満たされそして互いに訓戒し合う力なのことを私は固く信じているっていうこの固く信じているっていうこの信じるそしてこの信じるっていうのはいわゆるキリスト教会の中では信仰を告白をしているわけです。 行動の聖なる行動の境界を信ず生徒の交わりを信じている。でこの信じているっていうのはどういう意味で信じているかっていうのはお分かりになったと思うんですね。あ,あクリスチャン同士だから、まあ、仲良くしましょうっていうなんか、まあ、そういう,こう表面的な信じてる信じてるっていうのではなくて三位一体の神を信じている信じ方と同じ信じ方をしている。 こんんな人間関係ってあるんだろうかここまで人を信頼するっていうことがあるんだろうか皆さんどう思うでしょうかあるんですよねこれが教会これが教会の人間関係そしてここに私たちはやっぱり祈りによってやっぱりこう立ち返っていかなきゃいけないい,いつもこのことを確認していかなければ ななならいいととうことになるわけですそしてその、えー、っと中身ですよね中身中身が3つのこの言葉です善意にあふれている善意というのは何かというと、まあ、聖書も何箇所か開くんですけどもちょうど23ページ前開いて頂きますとローマ人への紙の12章の一節です249ページ ローマ人への手紙の12章1節に兄弟たちよそういうわけで神の憐れみによってあなた方に進めるあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいそれがあなた方のなすべき霊的な礼拝である今私たちは礼拝を捧げてますよねまさにこのことをしているわけですねそして礼拝をしているということはイコール2節から あなた方はこの世とだけをしてはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の身分であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全くきことであるかをわきまえ知るべきである。ここに善ってでてきました。だから、何かこう、まさに善行、人様に親切をする、いいことをするという、この善意、もちろん含まれると思いますが、直接言っていることは、 神を礼拝することによって、神様の御胸、神様の善、神様に喜ばれることをわきまえ知っていくということですよね。これは私たちまさにこの今のこの瞬間、礼拝の中で、そして自分自身の心と信仰生活をそういう観点である意味ではこう点検しているんですね。ああ、 私は神様に喜ばれる生き方をしているかな、神様の見心を求めているかな、神様に従っていっているだろうかということを礼拝の中で、礼拝の中で神様の前に確認しているということをしているわけです。これが善意に溢れている。教会に来て神様に喜ばれるっていうそういうことが なかったとしたらもう教会じゃないですよね。楽しいこといっぱいあっても、いろんなことやっても、神様に喜ばれるということがなかったら、それはもう教会じゃないっていうことですよね。神様の御心を第一とし,一として、私たちは進んでいきましょう。で、その時に、神様の御心第一って時に、ここにあるこの世と妥協してはいけない、また新たにされるという時に、やっぱり現実、いろんなあの難しいことにで、まあ、遭遇していくわけでございます。 で、これは、えー、この、このことを書いた、このパウロ先生ですよね。パウロ先生の、この伝道旅行をずっとこう調べてみると、苦難の連続、迫害の連続でした。神様の見心に従っていくときに、いろんな反対や、妨害や、また、いろんな挫折を経験していくわけですね。えー、もう本当に大変な中、な これは使徒行伝を読んだらわかると思います。そういう中で、神様の見心を求めていく善意に溢れていくときに、知恵に満たされていく。ね。知恵に満たされていく。知恵が与えられる。神様の知恵が与えられる。教会が大きくなっていくときに、いろんな課題を抱え、人間関係も複雑になります。そして私もそうでした。 私もそうでしたが、やっぱり世の中の考え方、神様を信じない考え方で、信仰を持っても、その考え方へぐっとこう、行きやすいわけですね。今でもまあ、私もそういう危険はないわけじゃないですよね。いや、牧師なのに大丈夫ですか、ですね。で、そのときに、やっぱりいろんな問題を抱えるときに、神様の御心を求めていったときに、この知恵を持って、そのことを判断していかなければなりません。 ですから、教会が長老、教会が役員が立てられていったというのは、やっぱりこの知恵に満ちた人、精霊に満たされ、知恵に満ちた人をこう選んできたというこの歴史があるわけですね。これはちょっと開きましょう、使、え、徒、っと、行伝の6章の3節であります。開ける方は開いていただきますが、189ページです。 えー、189ページ、首都行伝6章3節そこで、兄弟たちよあなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せってありますね。ここに、えー、っと、御霊と知恵に満ちた評判の良い人。で、評判っていうのは、これは、教会の中ではなくて、教会の外も含まれているわけです。当然。 これはあの牧会書手も手の手紙にも書いてますねですから内向きにねなんかこう信じてる人たちだけでじゃなくてやっぱり社会に対しても評判のいいでその時にやっぱりいろんな難しい問題を抱えた時に知恵,知恵が必要ですよね知恵,知恵っていうのはさっき申し上げたように神様のお言葉を適用していく神様の御言葉を当てはめていくっていうこの能力ですね。 皆さんもあの、仕事上で知恵って必要ですよね。ただ知識があれば、えー、法律でも何でも、えー、ね、自分のやっている分野、いっぱい知ってたらいいってわけじゃなくて、それを現実の中でいろんな問題の中でどういうふうにこう適応していくか、適応能力が大事ですよね。それと同じなんです、これ。見たと知恵とに満ちた評判の良い人たち。で、これが教会の役員になっていくということなんですね。 ですから教会っていうのはこのように神様の御心を求め前進していった時にやっぱりいろんな問題を精霊の知恵によって解決していくっていう能力が必要だということなんですね。これは教会だけじゃなくてやっぱり私たち信仰生活そうですよね。えー、神様の御心に従っていきたいって時にいろんなそれに向かっていけばいろんな向かい風。 また、ちょっと難しいこと、えー、どうしてっていうようなことが起こってくるわけです。ないことないんですよね。いや、むしろ増えていくわけです。悩み事が。そういう意味で言うと。で、その時に、精霊による知恵が与えられて、そして進んでいくということなんですね。教会も、クリスチャン個人も、この知恵に満ちている。で、3番目は何かというと、これが、 非常にこう大事なことでですね、3番目は、えー、互いに訓戒し合う力のあることをって言ってます。これは現代のキリスト教会非常に問われています。変な事件起こってますよね。互いに訓戒し合う力。信じている者同士が、後でまたできますが、言うべきことはきちっと言う。間違いは間違い。 正しいは正しいとちゃんと言わなきゃいけない。いや、むしろ、教会ほどそのことをしっかりと言わなきゃいけない。ということなんです、これね。そうですよね。互いに訓戒し合う力。じゃあ何が大事なのか、何が、まあ、死を抹殺な問題なのか、やっぱちゃんと見極めて。悲しいかな、私たちは、どうでもいいこととか、 なんかどうもちょっと自分のメンツやプライドが傷つけられたらカチンとくる私もそうですみんなそうだと思いますねその時に本筋じゃない大事なことをそっちのけでそこにこう入っていくわけですもうそんなんでもううんざりして仕事ももうねもうやりたくないっていう方もいるかもしれませんねまあそうじゃない職場だったらそれは本当に 幸せで幸いだと思いますけどもでもそういう部分っていうのはもう人間ですから含まれていかざる含まれるわけですねじゃあ教会はっていう時にここなんです互いに訓戒し合う力のあるのが教会キリストがそこにいらっしゃるということはそれができるキリストがいらっしゃらなければもう傷口のなめ合いいいじゃないのそんなことは でこの代表的なのが、あの使徒行伝十五章のエルサレム会議なんですね、でこのエルサレム会議のことを、えー、な何ですか、それはって言う方いらっしゃると思いますが、ガラテアビというの手紙の、えっと、2章を開いてください、えっと、294ページ、もう見言葉で説明した方が早いので、294ページ、これが互いに訓戒し合う力なんです。 あの、筆頭の弟子であったケパ、ペテロが、この、えー、初代教会、どうも、このユダヤ立法主義にこう、陥っていったわけです。つまり、かつてユダヤ教だったその儀式、割礼を受けなければならないというその儀式にこう、こう、バックしていったんですね。交代していったわけです。その時にこのパウロが、そのことを厳しく、 こうそのことを指摘している文章がこの2章の十一節なんですところがケパが安定王家に来た時彼に避難すべきことがあったので私は面と向かって彼をなじったというのは役部のもとからある人々が来るまでは彼は違法人と職を共にしていたのに彼らが来てからは礼拝の者どもを恐れ次第に目を引いて離れていったそして他のユダヤ人たちも彼と共に偽善の行為をしここです偽善の行為をし バルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれた。え彼らが福音の真理に従ってまっすぐ歩いていないのを見て、私は囚人の面前でケパに行った。あなたはユダヤ人であるのに、自分自身がユダヤ人のように生活しないで、違法人のように生活していながら、どうして違法人にユダヤ人のようになることを強いるのかって、ここなんです。先輩後輩の関係で言うならば、ケパ、ペテロが先輩ですよね。 そして、イエス様の直弟子ですよね。パウロは次の世代ですよね。イエス様の直接の弟子じゃない。ですから、もう直弟子である、ペテロ、ケパ、大先輩ですね。で、その大先輩であるペテロが、今申し上げたように、どうもこう、ユダヤ人を恐れて、ちょっとこう、偽善に引き込まれていった。その時に、それは間違っている。 間違っているのは、自分の感覚。自分の好き嫌い。ね。じゃなくて、えっと、15節。彼らが福音の真理に従って、まっすぐ歩いていないのを見て、私は囚人の面前でケパに行った。だからみんなの前で行ったってことですよね。これなんです。で、これは、だから、えっと、パウロがペテロに対してだけじゃなくて、 互いに訓戒し合う力がある。まあもちろん言い方とか配慮とか必要だと思いますね。でもこの互いに訓戒し合う力っていうのは非常に大事ではないか。その時にそのことをケパも受け入れたわけですよね。ペテロも受け入れた。何お前のね、先輩である私に対して何を言うか。 っていうわけではない。時代は変わりますけど、あの旧約時代、あの、会員を犯したダビデ王が、神に立てられたダビデ王ですよね。会員の罪を犯した。預言者、ナタンが来た。まさに、お前何を言うかってね、バッサリと首を切ってよかったのに、神の前に私は罪を犯しました。ね。神とその預言者の前に罪を犯しました。そういうことですね。互いに訓戒し合う力。 これは非常に現代、キリスト教会の中で大切な部分になってきていると私は思うのであります。そのことを固く信じている。ということなんですね。もし、じゃこのことがなければ、もう教会ではない。キリストにある人間関係とは言えない。ね。うごの衆。単なる人の集まりになっちゃうということで そういう意味で私たちはこの、えー、聖なる行動の境界生徒の交わりを信じるっていう意味をこの御言葉からやっぱりきちっと受け止めていなければなりませんでその時に15節その後ですねしかし、えー、とロマ人の手紙に戻りますがしかし私はあなた方の記憶を新たにするためにところどころかなり思い切って書いたそれは神がから私たちに賜った恵みによって書いたのである 勇気を持って言うということなんですね。かなり思い切って言った。で、このかなり思い切って言ったっていうのは何を指しているかというと、ローマ人への手紙のここまでの文章を言っていることですよね。パウロにとってみたら、かなり思い切って大胆に書いたと言っています。はっきり言う。ですね。本当のことを言う。 私は、まあ皆さんもそうだと思います。テレビドラマや、また映画のシーンでよく出てきますよね。例えば組織に埋もれている中、ね。自分が例えば平社員なのに、ね。いろいろ問題がある。はっきり言う。このプロジェクトに、この会社にこういう問題があるんじゃないですか。それはもう官僚の世界でもそうですね。医療の世界でも。どの世界でも。なんかそういうドラマって多いじゃないですか。 その時にその、えー、っと、主人公である、ね、そういう人が、まあ、かっこよいいく言うわけですよね、若いのに。で、スカッとしますよね。そういうのを私たちは、あの、テレビドラマでいっぱい見ているわけです。いやー、すごいな。ね、自分の好きな俳優さんが出てね、かっこいいこと言ってね。そうじゃないでしょ違うでしょみんなどうして黙ってるのみんな気がついてるでしょなんて言ってですね。それで、みんなも分かった。そうしよう。ね、まあ。 ある方がこう言ってました。先生。あれはテレビドラマですよ。すね。現実の社会ではゼロとは言いませんけれども、ほとんどないですよ。とポロッと言ったですね。まあ、そういうことに苦労している会社員の方がいらっしゃいました。勇気を持って言うっていうのは、本当に現実できるんだろうか。 してていいるんだろうううか。今、そういうことが問われていますよ、ねまあいろいろ知らなきゃいけない勉強しなきゃいけない軽率に言っちゃいけないという部分もありますからでもやっぱりそういうことをこうわきまえながらも勇気を持って言う私も最近示されています知っているんだったらその立場であるならば言わなきゃいけないことを 言うべきでしょう。複数の方から言われたことがありますね。で、その時にやっぱり、さっきのペテ、あのケパのようにですね、ペテルように人の顔を見て、自分の元出身団体を見てとかね、かつてのとかいろんな仲間を見て、やっぱりそれを曲げてしまう、偽善に陥ってしまう。まあ、じぐじたる思い、現実そこで苦しんでいる方もこの中にいらっしゃる。 かもしれませんいやいやもう、自死まで、ね、命を落とすということまで追い込まれた、そういう方も現実世の中にっていうかね、まあ、いるわけですね。勇気を持って言う。パウルはところどころかなり大、かなり思い切って書いた。じゃあ、この時に、私たちは勇気を持って言う、大胆に言う。 それであるならば、私たちは何か英雄的な行動、また正義感、いろんな意味の正義感で貫けるのか。自分は信念のある人間だ。ね。目,目上だろうと、組織だろうと、言うべきものは言うんだ。自分自身はそういうものを曲げ,曲げるということはそもそも嫌いなタイプなんだ。ですね。そういう方いらっしゃると思いますね。 ある程度できると思いますね。でもそれがボキンと折れてしまうですね。じゃあ私たちのできることは何だろうか。このようにところどころかなり思い切って書いた。大胆に言った。勇気を持って言ったということはその後です。それは神がから私たちに賜った恵みによって書いたのである。人間的な、も,もちろんそういうことも必要な時もあるでしょう。でもパウロはここで 神が私に賜った恵みによって、ところどころかなり思い切って大胆に書いたって言ってるわけですよね。神の恵みによってできた。神の恵みによってしたんだ。自分ではない。じゃあ神の恵みというのは何か、それは神の恵みによって罪許され救われた自分である。そしてそのような罪人だったものが、 このあと後半ですね、来週のメッセージにも入っていきますが、神様がこんなものを用いてくださっているということです、これはあの最後の聖書箇所ですけれども、ちょっと開いていただきたいということは、コリントビトの手紙の15章、開ける方は開いていただきたいと思いますが、コリントビトへの手紙の15章の9節10節です。 274ページ。9節実際私は神の教会を迫害したものであるから、人たちの中で一番小さなものであって、人と呼ばれる値打ちのないものである。自分自身が迫害者だった、神に逆らっていた。もう今、人だけども、人の中でも一番、ね、ちっちゃなものだ、値打ちのないものだと言っていますね。ただったら、これはちょっと何てなうていうかね。 謙遜で言ってるのか、またちょっと自虐的にね、言ってるのか。決してそうではない、十節。しかし、神の恵みによって私は今日あるを得ている。そして、私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼の中で誰よりも多く働いてきた。しかし、それは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みである。パウロは決して人間的な正義感、英雄心からあの大変な 首都行伝の伝道旅行をしていったわけではないのでありますね。すごい勇気ですよね。すごい力ですよね。それは彼は神の恵みによって救われ、神の恵みによってそれができたんだ。非常に正しい自己評価をしています。私たちはこの神の恵みがなかったらすぐ有頂天になる。すぐ傲慢になるあ。俺はできた。 逆にちょっとでもねあのうまくいかないとああなんて自分ってダメだろうなんてって言ってね人見てあ本当に能力もないな本当にっていう話になっちゃうわけですね神の恵みによって生きていく中で私たちはこのようなある意味ではこう神様によって勇気大胆さを与えていただけるということでございますそしてもう終わりますえ今日は難しい漢字善意知恵訓戒 この3つ教会の中にあるこの3つっていうのは信仰者の成熟の証大人の証だって言った人います確かにそうですよねこの善意と知恵と訓戒ができるっていうのは大人ですそしてそのことを献身つまりしっかりと信じているですねそれがこのローマ人の手紙の15章14節16節の見言葉でございます お祈りをいたします天の父なる神様、聖なる行動の教会、生徒の交わりを信ず、私たちは固く信じている、私たちがこのキリストにある、この交わりの中に入ることができ、ありがとうございます。そして私たちは このようにしてくださる神を、キリストを信じて、そして自らもその中で整えられ、また成長できることを感謝いたします。神様は今、宗教の名を借り、またキリストと言いながら、本当に非常識な、そういう中で私たちは何が本物なのか、何が偽物なのか、そして本当にキリストが生きていらっしゃる 教会とは何なのか、自分たちの中でも、また、社会に対しても問われている中で、今日非常に大事なことを、この歌詞を通して私たちに語ってくださり、ありがとうございます。私たちもどうか、本当にこの豊かなキリストと、また、キリストの教会の交わりの中で、どうぞ整えられ、成長していくものと、 してくださるようにお願いいたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますラーメン